こんばんは。初めて？嘘。こんばんは。あまー。世間じゃないよ。もやもや様でやってんの。キューチさん、はい。ちょっと出遅れちゃった。昨日見つけました。みんな昨日から始まってるね。かわいい、ありがとうございます。見て、体操服。シアツに来ました。私も食べます。でもかわいらしい。見捨てない。なぜ体操服、なんかなかった、体操服以外に。なんか着ごたえのある服が。こんばんは、今日もかわいらしい。ありとも、ありとも。こんばんは。本当にキューチよ、その変な嘘つかん。あざとい。パジャマ代わり。いや、なんかショールームしようと思って、なんか面白い服ないかなと思ったけど、なんか洗濯してたから文字 T シャツだから、意外とグレー着ないで、なんか白飛びしちゃう、グレーの服着ると。かわいい、ありがとうございます。とか白ばっか着てる。下見せて。下はめっちゃダサい、赤赤。記録あるよ、あるよ。支えなきゃ、支えてくれるならまあそれでもいい。なんかケチってんです。こんばんは。赤だった、中学の時の体操服は。そう、赤はやばい。もうさ、赤、私の学校は赤です。そうです、セット体操服。かわいい子で、かわいい子で、かわいい子で、ありがとうございます。こんばんは、お顔手さえ、ありがとう。元気感ある、マジ。 JK 生きる、もうJD だけど。ニャッホー、履いてるよ、履いてるよ。攻めますね、攻めますね。赤はね、あらがありがとうございます。丸いね、うん、今日も丸い。青だった、いいな。なんか赤は本当に嫌だわ。青の方がなんかいい。小学校の時青だった。ありがとうございます。重ね着してるか、重ね着してない、もう。こんばんは、こんばんは。そう、コスプレ昨日見つけたので今日からします。アラブゴロゴロしてた。違う、なんかお風呂入って上がってポケーっとしてたらショルブだと思って。アラブ、ありがとうございます。赤だった、一緒やん。男子赤は着てた、男子は白だった。男子白に白やった、かわいそうやね、よく考えたら。なるまありがとうございます。今日見つけても間に合いますか。間に合った。メールさぁ、メールさぁ、なんかもう下書き20件ぐらいあるからさ、送ってもいいですか。自撮りないけど、写真なしの。沼にハマった、私と一緒や、同じ沼におるね。学年一緒、学年ごとに色一緒、全員赤。高校は学年ごとになく、高校は紺だった。送って、なぜか通知来た、フォローしちゃってんよ。下書きなんかさ、いっぱい送る、じゃあもう送ります、下書き全部。下書き20件終わったら多分届きます。そうね、写真はないんですけど、ちょっと。もうなんかね、ほんと最近さ、メール全然送れてなくて、毎日ずっと送ってたんですけど、そう、送りました。から下書き、重そうな20件受け止めてください。キュンです、キュンです。大丈夫、写真ないから落ちない。そう、送る送る詐欺もしとった。まあ、見ててください。全部重たいです、多分きっと。久々にあのポーズを、あのセリフをポーズ着て、どれを求めてるんやろうか、どれを求めてるんやろうか。怒り感、新しいやつ。メール登録しててよかった、よかった、こちらこそよかった、嬉しい。かわいい、ありがとうございます。
やんのか、やんのか、やんのか、いつでも。そうよ。かわいい、ありがとうございます。それはいいか、歯やめない、本当に。あ、お茶取ってこよう。イカ2皿頼んだんですけど、イカ2缶メールホルダーで。急にさ、これショールーム見てない人からしたらびっくりする。お腹鳴りました。ショールーム見てない人からしたらびっくりするよ。なんか急になんか写真なしのメール20通も届いたんだけど。流行語大賞いける、私のネタじゃない。ちょっと待って、ちょっと待ってて。こんばんは、こんばんは。ショール見ててよかったよかったよかった。映っちゃダメなんや、映っていいんやっけ。びっくりさせちゃう。お腹空いてる、お腹空いてる。こんなんとか、こんなんとか、こんなんとか、なんとか。リカピってキウチ感ない。嘘、めっちゃキウチ顔じゃない。なんかさ、家族の中で自分がなんか一番キウチ似合ってるなと思う。なんかお父さんとかお母さんとか妹とか全然似合ってない。私結構似合ってる気がする。丸っぽい。誰が丸顔や。ちょ、ごめんなさい、本当全国の丸さん、ごめんなさい、本当に。キウチが本当に佐藤って顔してる。それは解明しよう。木田、そう、キウチっぽくない。血がうるさいよ。キウチシュッとしてる。そう、なになになに、おいおい、わからんわからんか。キウチナンバーワン理学校ラベルダメだったか。キウチ理学校のもみじが出ます。蚊が出ません、もみじです。理学校の蚊はもみじ。橋本、橋本、誰が役が橋本かんのやって。叩かれる、叩かれる、バンされる。カホさんと結婚しよう。へえ、キイチゴ感、わけわからんよね。ごめん、わけわからんとか言って落ち着こまないで。キウチ似合うの、とてきにキウチ感マリ、え、そう、マリって読むんや。キウチの赤ちゃん超好きです、嬉しい。キウチ人口少なくない。キウチさんに出会ったことない、家族以外で。ショールームでは会ったことある。あ、そっち。今日30歳30。おめでとうございます、おめでとうございます。そう、これあの半沢直樹の裏番組逃走中もやってんの。声優にいるんや、調べよう。そうなんだ。キウチ39。あ、キウチって91でキウチなの。そんな褒めないで。あ、もう終わってんの、終わってんの。あ、嘘、私もキウチさん初めてだったね。ね、リカ子っていい名前だね。お母さんありがとう。全国で80人しかいない。何、名前、名字何。いい名前、いい名前よ。へえ、芸能人知らないキッズさん。逃走中と、もやもや、なんとか。キウチさん、田内シウチさんよりも森内さんよりも弱い。うん、弱い。でも草内さんよりも強い。マンピリカピ呼んでくれてありがとう、本当にありがとう。わ、うるさ、なに、なに。ちょ、今めっちゃさ、お母さんからさ LINE 来てるやつがさ見えてさ、なんか多分私が多分ちょっと遅れたじゃないですか、この配信21時にさ、カラオケ配信見た、私も21時にさ過ぎたじゃん、2分ぐらいで。多分お母さんがそれに対して過ぎたよって送ってくれたの。でもそれが今ちょっと自分恥ずかしい、好きだよに見えて、なんかえ、お母さんと思ったら過ぎたよだった、冷たかった、全然恥ずかしい、勘違い勘違い、ごめんなさい。急に
告白されたんかと思ったらさ、可愛い子やって可愛い子やって感謝ありがとうございます恥ずかしいね好きを求めすぎ、やば、もうおもろいわ、ほんとありがとうございます、ひらがなで過ぎたよだったか、恋始まっちゃったかと思った。娘さんは結構気が強いですよ、もうね、多分ね、気が強かったらお母さんも多分もっと楽だよ、変に変に変にしても無理無理って言ってるから、お母さんに迷惑をかけてありがとうございます、あ、好きだよ、ありがとうございます、すき焼きリカピ好きだよ、あ、ストーク、はた、ありがとうございます314いいよね、314いいよ、誕生日、そう、昨日みんななんか木内りかこちゃん始めましたみたいな言ってて、みんなもうやっと表に出てきてくれたなってなって、隠れてる人は隠れてる、本番目送りますよ、下書き、下書きいっぱい送ろう、文だから、皆さんって何、皆さんもおしめに好きって聞かれたら、過ぎたよって言っといたらいい、私には好きだよって言っていただいて、他のおしめには過ぎたよって言ってください、もう始めたので、あ、知ってた、これは見れちゃうね、いいよね、なんかリカピーもなんか文字にできたりな強制ツイートのダサ、正解っちゃ正解、かわいい、ありがとうございます、もう1年経つ、すごいことだ、すごい、1年経ったのに会ってない人がいっぱいいるっていう、この悲しい、過ぎただよ、違う、なんか情報量が多いな、みんな過ぎ、RKP 流行らん、過ぎたよ、いらん、すぎ、キューチさん334じゃない、なんで話か、な、発達を間違えちゃったなはんかん、なはんかんな、みんなもう1年経ったのにまだ潜ってる、すごい、すごいよ、好きだよ、何に言い換えられた、杉、難しいね、誰、杉山だよ、ヤッホー杉山さん、これ名前読んだことに入らんよね、名前じゃないもん、この一例からずっとそうかどうか迷ってます、長いなガチじゃんね、だって、何恥かけだろ、晩ご飯何食べるの、なんか私めっちゃなんか本当にやめなさいって言ってほしいんですけど、かわちいね、嬉しいね、あのアイラビーありがとうございます、なんか全然コメント読まずになんか自分の話ばっかりして申し訳ないんですけど、あれなんですよ、アイラビーありがとうございます、あのやめなさい違う、あのあれなんですよね、やめなさい、ちょっと場所検査厳しい、違う、あの一日にご飯をなんか3合食べてちゃったりしちゃったりしちゃうみたいな私も阪神ファンなんよ、ちゃんとしっかりとさんも本当にやめなさいよね、本当に誰か止めて、もうご飯のさことしか考えてないぐらいさ、ご飯ばっか食べてさ、産後多いよね、本当にね、やばいよね一日産後、一食産後は無理、疲れぬくん、やったん、2日、3日かと思った、2日、え、3日じゃない、深いからいい、大食いキャラっていうか、なんか大食いなのかな、焼け食いキャラ、あ、1日ずれるのね、あ、連続だからか、本当にやっぱ食欲の飽きすぎる、本当に食欲の飽きすぎるって、なんかちょっとうるさいね、どうも木内です、こんばんは、まあでも
それがさ一日ならいい、一日だけ今日爆食いしちゃった、ジャンゴを食べちゃったならいいんですけど、今のご飯が美味しいから一人暮らしなんかあれなんよね、ご飯3合1ヶ月分はやばいよ。なんかまあオーディション時より太ってる。なんか1日に3合を4日ぐらい食べてるから、お米の消費量がすごい。そう違うんやって、もう何でも食べれる。塩だけでもいけるし、納豆もいけるし、卵もいけるし、キムチもいけるし、何でも食べれる。そうでも今日めっちゃ鼻かゆい、くしゃみが止まらなそう、ごめんなさい。太ってるよね。ご飯のおかず作るのがさ、5人で1ご飯すごい。噛み切れ、嘘、傷んでる、食べ過ぎよ。ほんとかわいい子で、かわいい子で、かわいい子、ありがとうございます。くしゃみでそう、待って、え、なんか今通った、なんか今新幹線通った。こんばんは、しゅけいさん、こんばんは。びっくりした、今新幹線通った。好き、優しい。ごめん、うるさかった、疲れちゃった。自分でご飯炊くの、うん、そう、待って、意味、ごめん、ほんと今新幹線通った。え、待って、もう一回、もう一回くしゃみです。どうしよう、これミュートにできないの、これミュートにできないの、これミュートにできないの、音消せないの、もう耳が、ごめんなさい皆さん、ごめんなさい。それでや、もう一回くしゃみ出そう、待って、待って、ティッシュ、ティッシュ、やばいやばいやばい、くしゃみが出そうなのに出れない。ズームじゃないのでとか、うんうん、誰か噂してよ、みんな、何、悪いこと言わないで。はい、ありがとうございます。はぁ、やば、ひまつ、ごめんなさい、鼻かみたい、鼻かみたいけど動けない。待て待て待て、くしゃみが出そう、くしゃみが出そうだ。みんな噂しないで、マジで。ミュートできないの、これ。仕方ない、もう。髪に行ってくるわ。ミュートでき、ちょっと一回停止みたいなのないの。これで止まるんかな。ここさ、ぶつけた、今鼻かみに行ったらここめっちゃぶつけた、痛い。帰り止まってた、ちゃんと時を止めちゃった、かっけえ。みんなコメントすげえ、ループしてる、まだ、なになになにそれ、 DIO、 なに、痛い痛い痛い、なになにそれ、 DIO、 なに、時止めるやつか。そうか、よかった。ショールームのプロやん、かっけえ。なんかさ、今日リップ塗っても塗ってもなんか唇の色がなくなっちゃう。なになに、ここは色のない世界なの。あ、またしょうもないこと言ってるってよ。ないな、恐ろしい発音、込めながらびっくりした、今かかってきた、もうドラララララララってなってた。もうみんなで、ね、読めないくらいコメントするから。え、なにその癖の強い嫌がらせ。鼻噛んできました、ちゃんと。ほっぺ腫れてるよ、ちょっとぶつけた、マジで。ほんとになんか走ってさ、ティッシュのところ行こうと思って走っとったらさ、ドアが急になんか引っかかってさ、服じゃない、肘に引っかかってさ、ドアがついてて、バーン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 
になりました。I love you, ありがとうございます。コメント読んだ。コメント読んだ。関係あり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 。隠れラブシチュエーション。隠れないでくれ、マジでみんな。会いたい、会いたい、間違いない。かっけーって、うちの子供呼び言うのそろっち。キャンディードール何番？何番これ？何番とか書いてないの？これ。なんかこれっぽいやつだったらこれ。ごめんなさい。ドアに見えてたと思った。ドアに謝らんと嫌だよ。待ってくれてないし。はたありがとうございます。それはネタですか？違います。止まってる間ね、そういうことね。みんなさっきコメント言っちゃえと思ったら止まってる間だから何言っても許されると思ってたのか。一押しに内緒にしてくれる。内緒にするからリフピ始めてくれ。手遅れ。あ、アイスありがとうございます。赤リップじゃなくキャンディードールみたいなやつ。ドア壊れてない。推しはいくらでもいていいよ。そんな誰も気にせん。ハートありがとうございます。内緒にしとくからさ。最近ハートが綺麗好き。嬉しい嬉しいんですけど太ってる。太ってはいる。ハートありがとうございます。嫉妬深いのか。怖いな。それは怖いな。ハートいっぱい。ハートいっぱいありがとう。本当にこのまま食べ続けたらどうなるんだろう。推しに怒られるもん。だから推しは増えてないって言うべ。一押しはあなたですが、好きなピーが増えました。好きピーが増えました。なんでみんなことそんなこと言うの。可愛い声と可愛い服声と可愛い声。ありがとうございます。もうバレてる多分。しかもなんかこういうことあんま言いたくないけど多分バレてる。それはきっと17推し遠い。未来が遠い。ハートありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。プレゼントにご飯粒つけときますね。分かった。ハートありがとうございます。取られて終わりよそれ。普通にバレてるよ本当に。なんかこれあんま言いたくないけどバレてる。チーム未来やん君。キャッチフレーズやる。キャッチフレーズやる。看護師感ある人なんかもなかなかのあれやからね。里川さん DD に里川さんが一番好きですよ私は。うん。アルキピを押してください。ハートありがとうございます。ボーアのホームランでご飯何杯いける。2杯。ハートありがとうございます。まだバレたくないです。そっか。押せる時に押さないと後悔するよっていうことだけ言ってきますね。マジで何押しまでなら全然何人いてもいい。でも一番であれ一番であれ語彙力。誰もありがとうございます。ハートありがとうございます。イモピママピおはぎの次ぐらい。マジ仕方ない。それは家族大切。スキップほんと上手くなってるんだよね最近。ちょっといろんなとこでポチポチやってたからなんか見れるかもしれない。どこかでなんで。あ、お誕生日おめでとう。みんな今日誕生日多いね。多い。推し推しにも厳しい。いや大丈夫。私は推しはじゃあ一人にします。もはや自分が誰推しか分かんないってこと。リカピオ見てるもんだって今見てるもん。再来月誕生日です。おめでとう。もうすぐやん。ゲイの調子嬉しい。花声やな。ちょっとマジでちょ改め直そう。もう一回鼻かんできてもいい。一番好きなの伝わってる。当然みんなどこにも行かないで。行かないで。ちょっと鼻だけかんでくるけどどこにも行かないでね。マジでさすがにね止めるけど。ごめん止めちゃう。ごめん。なんか止めてる間コメント見てたんですけどみんななんか冴えてるね今日。
やばい、なんか鼻がかゆすぎるわ、なんか集中できない会話に。一番好き、嬉しい。可愛い顔で止まっとった、大丈夫、それ変顔って言ったことは大丈夫。毎回くしゃみして帰ってきた時涙目の味悪いんやけど、よく見てんな、ほんとやめてよ、恥ずかしい。花粉症ってなんだ、わかんない、半袖だからだと思う、多分これは簡単、理由は寒い聞こえた、嘘、鼻にティッシュ詰めときたい、ほんとに。猫飼いたい、好きかって言ってた、見てた寒いえ、なんでだ、長袖着なさい、違うじゃん、体操服着たいやん、なんで、米アレルギーよ、好きやけど米アレルギー、寒い寒い、限界限界、あ、ジャージーと思ったらズボンだった、まあ、でもズボンでもいいや、箱リカピの服支えなきゃ違うし、体操服寒い、体操服の長袖はないね、名前、学校名が書いてある、あ、これお父さんのさ、チャージもらった、ちょっと今、ズボン履いてるか、待って寒い、服散らかってないよ、めっちゃ部屋は綺麗なんだ、定評がある、ズボン履いてる履いてるズボン履いてるよ、ズボン履いてるけど、あの、あれあれよ、上から履くよ、上から履いてる、さすがに履きました、ありがとうございます。あ、寒かった。まだ寒い。お母さんにさ、またバカなことしてって言われる。怒られる。寒いよ。上向き。だって半袖で暖房つけるのちょっとバカバカしいやん。ね。二重発揮した。ですね。でしょ。ちょっと待って、寒い、やめちゃって、バギバギないんだね、服がないからさ、ここには、あー寒い寒い、そう、あったかくしなさいごめんなさい、みんなさん、お母さんが急に、よいしょ、届くかな、届くかな、届かないや、届いた、ハローハロー、やっぱ体操服はダメだった、よし、あ、寝るの、はい、寝る、よいしょ、あ、暖かい、ぬくもり、しゃっくりだぞ、ぬくもり、お母さんいっぱいいるの、本当に腕細いな、やった白飛びしすぎて見えんやん、もう、おおお、これあの、あれ、今年唯一買った服ですね、唯一じゃない、今すんごい嘘ついちゃった、あの、一番に買った服冬服、今年一番に買った冬服、真っ白やな、すごい、やっぱ黒い、手を出すとほら光が差し込んでしまう、嘘つ、ごめんなさい、ごめんなさい、え、顔丸いんですね、正解正解、うん、ついてく、あ、毛玉、嘘、そんなついてないやん、これ光が、神様、いい、楽しいね、実物は絶対丸くない、あ、でもなんか丸いと思うよ、それなりには、白い、ありがとう、怒りついてる、そう、はい、やめて、あ、光がちょっと毛玉ついてたわ、今のはこう見ると、なんかさ、こういう質感ないけどね、伝わらないよね、あ、秋の三種の神器、ありがとうございます、本当におもんないわ、ちょっと今本当におもんなかったからやめて、本当におもんない、もう
ちょっと本当に鼻水止まらん。もう一回噛んできていい？色一色丸顔とか可愛さしか優しいね、みんな。今日はキレ悪いし、ちょっとあの鼻噛んできます。ちょっとこう消毒するか、隠れとこう。こう袖だけにしとこう。鼻噛んでくる。ちょ、ごめん、本当にごめん。もう今日はもう許してください。ごめんなさい。止まらん。あ、かわいい、ありがとうございます。ちょっとでも鼻噛んでくる。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。今日もありやわ。何や、あー、ぐちゃみが止まらん。あー、回れ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 。ありがとうございます、ピラボール。ありがとうございます。もう本当に動き止めるの前嬉しい。フリーズゲー懐かしい。可愛い顔してました。やった。なんでこんなにくしゃみが止まらないんだろう。あ、まる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 。ありがとうございます。孫だった。じゃあ可愛くないやん。今日はよう分かりません。本当に分かんない、ごめんなさい。ちょっとじゃあちゃんとする。ごめん。ケイジさん10期生です。10期研究生ありがとうございます。ミラボル10期研究生です。手が分身してみる。すごい。おかえり。ハウスダストとかもないよ。毎日朝掃除機かけて毎朝掃除頑張ってるのに、そんなに言わないでよ。あー、ありがとうございます。11期では、じゃあイモピに任せます。私は10期でお願いします。ちょっと曲がね、11期そんな、みんながみんな11期って言ったら本当に11期生やと思うやん。初見さんどうしてくれるの。6期生10期よ。初見さんも変な、やめてよ。10期は違うよ、ほんと。11期やめて。みんなが言ったらほんとそう思っちゃう。こんばんは、こんばんは。芸名みたいになってる。ミラボ、でもすごくない？ほんとにすごくない？もう今まで何回でも言うけど、この話は10期の集合写真初めてよ。まずファンの人にさ、初めてお披露目された日よ。10期生ですって言って集合写真さ、 LINE ニュースとかにもさ、スケイフォーって言うと10期生ってのバン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 って載ったのにさ、一人だけこうやって11期のポーズしてん。え、衝撃的すぎ。いや普通に自分的に本当に衝撃的なんやけど。そんなことある？すぐ電話したマネージャーさんに。え、みたいな。私間違えましたポーズみたいな。そんなさ、まだマネージャーさんとかさあんま話したことないのにさ、やばい子やと思われとって。18歳リカピです、ヤッホ。ほんとびっくりした。10期すっき、本当に合成で変えてほしい。大物になれそう、よかった。え、本当にびっくりした。数を数えれん、傷つく。一人だけ本当に11期だった。狙ってない狙ってない。しかもなんかほんまに、なんであんな瞬間で取られる。合成で10にしとくね、ありがとう。え、違う、いろんなポーズしたやつ。わざとやったらさ、全部のポーズするやん。なんかこれ、こういう10期のやつ、これとかできる。10期って言って、10期とかいっぱいやって、10、これ数字の10も、10期ってやって、そうさ、これだけ本当に、これ、なんでこれができないことある？これが。お前、なんか言われるもんね、結構、いまだに。え、何スペシウム光線わからんねんけど、どれ？これ？これできんかった、びっくりした。あ、逆こっちか。何考えてたのね、端っこやしね、一番なんか名前順で端っこやったから、端っこにおると油断しちゃうよね。ありがち。二つ目何？漢字の10、これは数が10。緊張してたよ、本当に。昔の話よね。渚のイメージ聞いてますか、皆さん。私目覚ましにしてたらちょっと嫌い、いや
きです。ほんと今のはちょっと上に出た。好きだけど大好きもう違うんやって、なんか違うやん。曲は好きやけど、その出だしのイントロがなんか朝、毎朝目覚まして聞いてると、私朝がめちゃくちゃ弱いから、ちょっとなんかとは思うっていう話で、すごいめっちゃ本当にめっちゃ嬉しいし、もう振り付けも可愛いし好きです。本当に渚しか勝たん。本当にいや、渚のイメージが好きです。すき焼きまあまあ、いいところじゃない自分。結構気に入ってるやけど、椅子とテーブルがのところも好きやし、あ、小麦色した君も好きだけどのところも好き。どっちも好き。ごめんねさまで起きてんの元気ね、めっちゃごめんねさま。あれ、あのキューキのオーディション落ちたからちょっとトラウマ。キューちょっと本当に頑張って。可愛い、ありがとうございます。エコバで聞いた、どうでした、どうでした。もう諦める、ごめんなさい本当に。最近好きな先輩できた。何、12周年は間違えちゃった鈴木ココ コーナーさんと温まりました一緒に。好きよ本当に本当に。カットで、今のカットで。ありがとうございます。誰のペンライト売ってたの、エコパ。うん、ゆりやさん、あれは私ドラマでしか見たことないや。あのあれはきたし、あの SK 以外で。うわ、佐藤果歩さんが好きです。やばい、今日本当に鼻声くしゃみも止まらんし、今日本当になんか、今日なんか本当なんか発言に責任を持って話さないと本当にバンされるよ。本当に押すの遠のきました。それだけはきつい。今やったらパワーアップしてるからね。やってたよね、あの青春ガールズ公演で渚のイメージやってたよね。服着なさい、着てる。な、丸顔でいいや。じゃあ上目取ってます、送ります。今日の夜下書きをすべて送ります。すごいよ。あ、なんか入り内島さんが9期のオーディションの時の覚えててくれました。なんか姫たんと仲良かったのも知ってるみたいな言ってくれて、へーみたいな。姫たんさんといたもしまで知ってるってすごくないですか。めっちゃすごい。あ、秋の三種の神器ありがとうございます。送ります。 T シャツの組み合わせはこれ違うんよ、これ違うんよ、これ体操服やから仕方がないのよ。これダルダルとか言わないで、ずっと着てたんだから、運動してたの。ひめたんさん好きです。小さい秋っていうギフトなの？ありがとう、教えてもらった。じゃあ次から小さい秋って言います。木内です。ママピ1位綺麗やな。これ誰が書いた、ママピかな。でもこれ中学生の時から、小6の時に、小中1の時に書いた。ママピが親が書いた。木の内じゃないね、意外と木内。知らなかった。小さい秋って可愛いね。いいね。一番好きなの誰が一番好きなの。佐藤香川さんが好き。ハートありがとうございます。矢作ゆきのさんも好きだった。ハートありがとうございます。活字のような、本当に。体操ズボン履いてたけど、もう寒くなったからジャージ履きました。寒いね。ハートありがとうございます。家でもママピって呼んでるの。うん、お母さんって呼んでる。
よかったね。ハートよくありがとうございます。食べました。かわいい、ありがとうございます。食べました。めっちゃ可愛かった、本当に。握手行った時びっくりしたね、本当に目が大きいですね。ありがとうございます。クロワッサンしたい、好きでした。私も好きでした。本当ありがとうございます。顔とスマホを並べてください。いや全然ね、全然スマートフォンよりさ顔ちっちゃくないんですよ。全然スマホより顔ちっちゃくないんですよ。本当に全然、本当にさ全然スマホより顔ちっちゃくないですよ。本当に全然スマホより顔ちっちゃくないですよ。と塗装中終わった、お疲れ。うん、ありがとうございます。え、似てる。それはちょっと嬉しすぎて空飛んじゃう。振りが長い、スマホ見つけられなかった。メイク薄めっていう、なんかリップ塗っても塗っても消えちゃう、消えちゃう。演技用じゃないか、ごめんなさい。スマホで一回やめて。ありがとう、ありがとう。無理しないで、ごめん。空飛べ、飛びたい。スマホが大きい。違う違う、逆逆。ちょっと考えて、ちゃんと。ありがとうございます。携帯丸。リングかな、リングかな、ちょっとよくわかる。どういうこと、携帯丸いってここしかなくない、大丈夫。待って、くしゃみ出そう。待って待って待って、あ、小さい小さい秋、ありがとうございます。小さい秋ありがとうございます。ちょっと待って待って待ってる待って、ミラボありがとうございます。ちょ、マジマジやばい、マジやばい。あ、くしゃみが止まらない、くしゃみが止まらない。ミラボありがとうございます。くしゃみが、涙目やめて。なんかくしゃみして帰ってくるために涙目っていう意地でやめて。それもくしゃみしたらちょっと涙目にはなるよ。上着着てる。くしゃみが、くしゃみが止まらない、くしゃみが止まらない、助けて。暖かくしてる。ハートありがとうございます。くしゃみたい、ちょくしゃみしそうなったらまた飛べる。そんなに興奮しないでください、ごめんなさい。違うんです、本当にくしゃみが、くしゃみが。いいね、ありがとうございます。ハートありがとうございます。いや、離れてしちゃうけど、本当に。あー、急になんか見ない、どうした。ミラボールありがとうございます。ありがとうございます。わからん、どの先輩が好きなのね。わからん。なんかはさ、この話あるんですけど、私9期のオーディションの時受けてたんですけど、9期のオーディションの時になんかショールームしてたんですけど、その時に見てた、あ、可愛い声で、可愛い声で、可愛い声で、ありがとうございます。その時に見てくださってた方も今もいたりするんですけど、なんかその時めっちゃ応援してくださってたけど、なんか今は全然違う子、10期の違う子を見てる子は、方は、あの、あれどういう意味だと思います。思ったより顔が想像した顔と違かったみたいなことですか。過呼吸なりそう、くしゃみ出ました、止まらない、かわいい声で、かわいい声で、かわいい声で、2回やっちゃった。9期の時ラジオだったんですけど、しゃあないか、しゃあないか、くさくさ。めっちゃ傷つく。いいね、ありがとうございます。それはなんとも言え、あ、そっか、ごめん。じゃあ今のなかったことにしよう、タイミングの問題やね。バン、オッケー、消えた。そっか、そっかそっか、タイミングよね、タイミングよね、そうね。よく覚えてます。え、私めっちゃ覚えてるのに、けどなんかあっちが忘れてる時あるよね。なんかクマやばくない、寝てんのに。そうそうそう、お顔を見せたのは10期から。割り切って、分かった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 、
そういうことね、そういうことね。もったいりダンスできなかったからかな。いつも何時に起きるの？8時、9時、10時のどっかに起きる。学校行くときは6時。鼻声っぽいよね、やっぱり。もうくしゃみは止まらない。キムチ、キムチじゃない、キムチ。遅い、仕方ないよ。だってオンラインなんだもん、大学生。リカピ一番初めに見たら教えた。順番、やっぱタイミングよ、タイミング。5時はもう無理。5時の時なんかない。休憩の時ラジオだったからさ、もうどんな体勢でもやっていいんだよこれ。オーディションのラジオ配信の時って、休憩の時とかもなんかもうすんごい体勢でやっとったもんね。こんなんながら家の部屋の宿やっとったけど、今日初めてじゃないわ、忘れてんな。ツンデレなんだからみんな。裏話、そう、5時に起きてんの、やば、えらい。ラジオ配信の時はもうめちゃくちゃ喋ってたから、多分もう今でも多分めっちゃ喋ってるよって言われたと思うけど、鼻かみます。そう、髪の毛もボサボサでもいいし、学校の制服でもやっていいし、自由だった。こんめっちゃめちゃ喋ってた、もっと休憩の時は。はい、はい、帰ってきました。はぁ、明日もやります、お願いします。休憩ゆいちゃん、そう、休憩ゆいちゃんって番号前後だった。なんかさ、喋りにくいよね、顔出すと。静かに、くしゃみしてないもん、くしゃみしてないもん。いつまでやるかな、明日はやる。キュウキの11番ちゃん元気かな、元気、めちゃくちゃ元気、見ての通り。制服やりたい、明日制服着よう、明日制服着ます。しゃっくり。毎日クマが濃くなってるね、確かに。いいな。いい、よかったよかった。明日やります。高校の制服。お、可愛さ増したね。嬉しい。割とノリ軽いね。制服持ってるよ。明日制服着るのでよかったらお願いします。ボニーテール線ちょっと太ってしまったからさ、ちょっとあの顔周りの髪の毛をちょっと上げ、あの失うことができない。ツインテールでじゃあお願いします。まあその時考えよう、ツインテールで。よかったよかった。何時から撮ったっけ、何時からだったっけじゃない、何時からにしよっか、しよう。はい、見に来てください、よかったら。6期生じゃないよ、5時に制服して来れるんか、ほんと。21時がちょうどよかった、21時で20時くそ、22時。ええ、じゃあ2時間ぐらいあるから21時で、無理なら22時から来てください。それで2時間もやらない、1時間半かもしれん。来てください、優しい優しい優しい世界、優しい世界、優しい世界。なんか言うんって、機関銃持ってないし、セーラー服でもない、ブレザーだ。22時だったらリカピダメでしょ、よくご存知で。あ、そういうことをかけてくれてんの、約束でき、嘘を来てくれ。で何時、21時から結構長いことやる。
今日大富豪しよう、大富豪しよう今日、今日大富豪しよう。え、あし大富豪しよう今日。ハートない、あ、じゃあやめよう。みんなハートください言ってる。髪結構、髪めっちゃ伸びた。なんか白いのついてた、あ、白いのかと思ったらチャックのあれだった。大富豪やったよね。そう、なんか同じ人とはさ、なんか3回とか会うのにさ、なんか会わないんだけど、他の人が何？なんで決まってんの？電信柱によって一緒にできる人決まってんの？大富豪大丈夫？なんか枝毛はないけど、普通になんかバサバサしてるよ。会ったことあるよ。電信柱、電信柱、電信柱じゃない、何、電信柱知らん？だからってやってるよ、ほんと。大富豪やろう、じゃあ大富豪やろう。じゃあ22時に、22時に終わって壇上モノマネして、んで大富豪しよう、んで、あれするわ、メール送る。今大富豪、ハートありがとうございます。あ、やってないの、おやすみ、おやすみ、ハートありがとうございます。22時6分スタートで、6分おき、ハートよくありがとうございます。6分おきです。22時6分が初回で、6分おきでやります、やりますやります、やります。うん、あ、それだったらメール送れんくないやん、どうしよう。6、12、18、24、30、5回だけやる、5回だけやります。もう5分だとみんな人が多いから6分にした。30分までやって、30分になったらめちゃくちゃメール送る。すごい掛け算できてる、バカにしてんな日本の歌詞だもんね。あ、そう、22時6分、22時12分、22時18分、22時24分、22時30分。ボガメ来ないこともある、送るよちゃんと。写真ないかもしれない、写真だけ最後までまとめて送ろう。ごめん聞いてなかった、嘘、ちょ、書いておく人ある優しい大学生やど、やど、黒なんできるんよ、意外と。カメラ見せてください、はいどうぞ。カメラ見せて、なんかちょっと恥ずかしいから、あんまし、せず行きたい、あんましせず行きたい。オッケー、下書き1、下書き2みたいな感じでいくねタイトル。いや、ありがとうございます。明日制服着るんで、よかったらお願いします、お願いします。あ、下書きを大量生産、大量消費します。優しい、みんな。まあ、とりあえず会いましょう、大富豪で。お、13位のやつ初めて見た。13位、ありがとうございます。12位、ちょっとペンタロウが今死んでるから、白田で、ごめんね。12位、じゃあでも1本足しとくわ。12位、11位、久々。10位、 OK。 9位、 OK。 8位、これ切るって言ったのに切ってないや、ごめんなさい。7位、6位、コギミン可愛くない？
思うんですけど、コギミュン可愛くないですか？コギミュンが好きです。私は唯一キャラクター、好きなキャラクターとかポケモン以外いたことなかったけど好き。6位ペンギン。ごめんなさい、もうペンギンが本当にもうここ心の目で見てください。手バタバタしてる人。5位、ごめん、まずまずメルちゃんお風呂に持ってってた。4位、3位、白飛びするよな、手挙げたら。はい、手下向きやけど。4位、あ、4位やった。3位、2位、1位、オッケー、白熊、これ白だ。みんなバイバイ。今日は大保護して早く寝な、メール受け取って。ありがとう。アリカピ、明日制服21時お願いします。アリカピ。ピ。バイバイ。あ、終われない。終われない。終われない。当たりますように、大保護。